新次郎環境大臣、ニューヨーク国連本部で開かれた環境関連の会合で、政治にはさまざまな問題があって、時に退屈だが、気候変動のような大きな問題への取り組みは、楽しくかっこよく、そしてセクシーでもあるべきだと発言したことが話題となっています。佐藤さん、この発言はどういうふうに受け止めてらっしゃいますか、はい、このフレーズ自体はですね、はい、あれだけ注目されたんですから、なかなかの名フレーズだ、はい、そこはそれ、さすが小泉さんという感じですね。はい、ただしそれは、ええ 気候変動にセクシーに取り組むということが具体的に何を意味するのか、ちゃんと説明できればの話です。ところが大臣はですね、あどういう意味で言ったのかと聞かれて何と答えたか、説明すること自体がセクシーじゃない。ということはどういうことか、じゃあセクシー云々なんて発言は全く無ないような出任せなんですねと言われても、小泉大臣は反論しない、ないし反論できないはずなんですね。なぜか。 反論したら発言について説明することになってしまいます、はい、つまいいすすつりセクシーではない、はい、すなわちあの発言は自分の言うことは無ないようなデバカスと思ってもらって構わないという意思表示であるというふうに、はいまあ、今回このセクシー発言が結構取り沙汰されてますけども小泉環境大臣ですね時事通信などのインタビューで温室効果ガスの,この排出が多い石炭の火力発電こちらについて減らしていく方針これを示しました。 えー、この方針については、どう気候変動に取り組むことになっている以上、増やすというわけはないんですね、はい、それを減らすというふうに決まってるわけです、えー、ところが、じゃあ、どうやって減らすのかと、はいえー、あれのセクシー発言が飛び出した記者会見で、じゃあ、どうやって石炭火力発電を減らすのかと聞かれたとき、大臣は、しばらく絶句しました、はい、そしてその前に、なんと言ったか、はい、先週、大臣になったばかりなので、スタッフと話し合っていると。はい というわけで、<ー>この方針が実践できるかどうか、はい、少なくとも今のところ、非常に疑わしい。ただしはい そういうことを気にしないのがセクシーというとだと思います。ああ、それがセクシーなんですか。はい、はい。で、あの、日本のこの再生可能エネルギーの活用状況というのを見てみるとですね、これ、海外と比べると、まだまだ見劣りするという指摘もあります。で、小泉進次郎環境大臣、ESG 投資にこの注目しているということなんですけども、この ESG 投資というのはですね、環境、社会、企業統治に配慮している企業を重んじて選別して行うこの投資のこと となんですけども、こちらいかがでしょうか、はい。ええー、寺島さんのおっしゃると、はい、ESG というのは環境、エンバイロンメント、はい、社会、ソーシャル、はい、企業投資ガバナンスの頭文字を並べたもので、はい、まあ企業に投資するときにこの三点をですね、うん、重要な条件基準としてあのどこに投資するか決めるということでして、はい、2016年末の段階で世界では23兆ドルもの ESG 投資が行われています。はい、ただし、ええー、投資投資と言ってますが、うん、この投資するのはですね ESG、うん 投投資資すするのはひとして機関投資家なんです、はい、その中には確かに日本のですね、GPIF、年金積立金管理運用独立法人なども入っていますが、はい、大臣であれば、 予震は野暮であろうと、政府がもっと積極的にできることはないかと考えた方が良いのではないかと思います、はい、また、あの、小泉晋次郎大臣ですね、入閣にあたって新聞の社説を読んだが、今後の内閣の重要課題に気候変動を位置づけているものは残念ながらなかった。そこを変えたいと、こういうふうに発言しているということなんですが。はい、もうこれは一言。ええ、本当にそう思ってるんだったら、自分の発言の真意を説明するのは野暮とか言うべきではない。 で方がつきます、はい、担当大臣が自分の発言を説明したがらないときに、はい、誰が気候変動にまともな関心など持つかです、はい、ついでにい気候変動が内閣の重要課題だというふうにみんな認識していたら、はい、大臣もベテランが起用されます<ー>小泉大臣は<い>気候変動への関心が薄いということに感謝すべきだと私は思いますねはいえー、そしてですねあのー、この東京電力福島第一原発事故で出たこの除染度については中、えー 中間貯蔵の期限が終われば県外に負担を強いることになりますで小泉進次郎大臣は中間貯蔵のスケジュールこれをしっかりと着実に進めていくことが大事だと話しているわけなんですけども、はい、まあこの点についてはいかがでしょうかまずこの中間貯蔵の期限とはいつかと、はい、2045年度の末ですから2046年3月ですねでなぜ県外に負担を県外って福島県外ということですが、はい、なぜ県外に負担を強いることになるか、うん、県外に運び出す ことになってるからです、はい、しかしですねあのー、ですねこご,ご自分の発言して説明するのはセクシーでなくて野暮であるとおっしゃってるわけですから、はい、しかもそれあの数日前の発言についてですよ、はい、2046年3月本当に運び出しができるかどうかにこだわるというのは、はい、それはもう全くう。 セクシーでははないと、はいとだからといってですね、えー、だからどういう結果になるか運び出しなんていうかできないかわからないというのは正直、はい、セクシーではないではなく、えー、インテリジェントではないということだと思いますつまりちょっと考えれば、えー、これが運び出せるかどうかそれは多分明らかでしょう、えー、もちろん正解はあえて申し上げません、はいまあそれにしても小泉進次郎大臣がこの環境大臣となってね、はい 注目されますすねねそうです、ねえー、あとは処理水に関してもね、はいろいろと前言を撤回したなんて言うんでね、はい、でまあ、今回は先ほどもお伝えした通り国連本部で開かれた環境関連の会合でやはりこれ注目を浴びるロイターあたりからは批判もされて、はい、ねえこれ世界が注目してるってことになるんですかね、うん まあ、だから、どういうふうに注目しているかが問題ですね、えーはいあ。どういうふうに注目しているかですね。今後、小泉大臣は、これ、勉強して、はい、えー、立派な環境大臣に、まあ、なるべく、まあ、それはその方向に行くんでしょうけども、えー、なってくんですかね。それは、予想すること自体は、セクシーじゃん、ね、あ、もう、それセクシーじゃないんだセクシーで瞬間的なものですからね、<laughs> <か>やっぱり、ね。流行語対象になりそうな感じがいたしますね。<laughs>